はい、こんにちは。このアパートに引っ越してきて、だいぶね日数が経つんですが、まあ、一番の悩みっていうのは、毎日の食事なんですね。まあ、一人で生活してるんで、あまりいっぱい食材買い込むと、もうね使わないって言ってね、まあ、処分する食材も出てくるんで、まあ、なんとかね美味しいものが食べられて、食材をね、残すことがないように、したいなと思っているんですが、今のところねあれこれやっていてなかなか良い答えが出てこないんですけれど、なんとね、インターネットとか見てみると、いわゆるほら、宅配の、毎日のおかずを運んでくれるっていうのがあるじゃないですか。あれってどっちかというと、まあ、お年寄り、高齢者向きなんですが、なんと、セブンイレブンの、セブンミールには日替わりおかずセットっていうのがあって、まあ、1日分ずつね注文することができたり、7日分1週間分まとめて、注文することができるっていうサービスもあります。はい、ということで今回はねその、オムニセブン、セブンイレブンのインターネットショッピングサイトの中にありますセブンミールをちょっとね試してみたいと思います。はい、セブンネットショッピングのページです。右上このオムニセブン、ここをクリックします。はい、オムニセブンのページにジャンプしました。この画面、スクロールします。はい、そうしますと右側にセブンイレブンのセブンミールがあります。ここをクリックします。はい、ここのページ、セブンミールのページにジャンプしました。もう書いてますね。簡単手作り料理ミールキット、美味しそうなおかずが並んでますね。毎日ワクワク日替わり弁当、はい、そしてその下定番特集日替わりおかずセットとあります。ここクリックします。はい、そうしますと糖質 10g 以下メニュー始めました。美味しさ日替わりおかずセット、その下、1日ごとおまかせ7日間セットってありますね。1日ごとは受け取り日の3日前の午前10時30分までに、注文します。おまかせ7日間セットは受け取り週の前の週の金曜日の午前10時30分まで注文します。ということは来週の1週間分注文したい時には今週の金曜日までに注文することになります。まだ時間はありますよね。早めに注文したいと思います。はい、この日替わりおかずセット7日間セットのご注文はこちら、ここをクリックします。はい、受け取り期間が、来週12月23日の月曜日から29日日曜日、平成元年最後の週、このセブンミールをね、食べて試してみたいと思います。お受け取り便なんですけれど、昼便と、夕便があって、昼は、正午、お昼正午頃で、夜が、午後の7時、午後の7時はちょっと遅いんでね、お昼もう散歩がてらセブンイレブンに行って受け取ろうと思ってます。これ受け取り方法なんですが、お届けっていうのが、1回の、注文で1000円以上超えないと、配送してもらえないので、今回はね店舗受け取り、まあ店舗受け取りでもね、そんなに遠くに、コンビニはないので、まあ、歩いてくる範囲なんでいいと思います。じゃあ1週間の献立何があるのかな。23日の月曜日、紅鮭の塩焼き&厚揚げ野菜あん、いいですね。火曜日、鶏肉のクリーム煮、そして水曜日、2分の1日分の、緑黄色野菜牛肉オイスター炒め、あーいいですね。野菜が少ないですよね。木曜日、2分の1日分の緑黄色野菜アジの唐揚げおろしポン酢、これなかなか難しい料理で、まあ、料理が下手な私には到底できない料理ですね。で金曜日、なんだ OK Google が反応した。金曜日、牛焼肉
アンガス種牛肉使用、いいですね。土曜日、鶏肉の照り焼き、そして日曜日、牛肉じゃがということで、どれも手の込んだ美味しそうなおかずが、全品500円、税込み540円ですね。結構安い、リーズナブルではないでしょうか。はい、確認します。昼に取りに行きますということでいいですね。はい、じゃあこれ、まとめてカートに入れます。はい、これでカートに商品入れましたということで、店舗受け取り、昼便店舗受け取り、全部店舗受け取り、店舗受け取りになってますね。はい、これで問題ありません。はい、という感じで、ご注文手続きに進みます。3500円、 OK です。はい、店舗受け取り、自分が住んでる近所のセブンイレブンですね。お金はね、クレジット決済、キャッシュカードじゃなくて、ビザデビットカード決済を行っているんで、これでいいかなと思います。はい、確定します。はい、確定しました。ご注文ありがとうございました。セブンミールでご注文いただいたお客様は、会員証が必要です。はい、セブンミールの会員証、ネットスマホのアプリにあるのかな、確認をしたいと思います。はい、ということで、来週の月曜日23日から、始まります。ちょっと楽しみですね。はい、ということで、割と簡単に注文することができました。あとはね、このセブンイレブンに行って、来週の月曜日のお昼頃セブンイレブンに行って、このセブンミールの、ネット会員証をね、スマートフォンで見せて受け取るだけでございます。またね、晩ご飯のおかず、来ましたらね、その味のレポートをね、また動画で行ってみたいと思います。はい、ということで、令和、最後の1週間はね、セブンイレブンの、セブンミールの、日替わりおかずセットをね、試してみたいと思います。はい、ということで、今回この件で失礼します。